戸川雅子のシャンソン教室のお知らせも入ってます。あと教えてるんでしょ、ムチ持って。あ、そうそうそう、ラジオ体操ね。ラジオ体操教えてる。いや、本当は私が一生懸命皆様方にあの、まあシャンソンのいろんなことを皆様方に お教えするというか、そうお伝えする、もう銀杯のあの辺りからもずっとそういうことをやっておりますので、本当に私が一人で一生懸命頑張っております。そういうわけで、そうですね、本当にあのこの戸川流のシャンソンをですね、どん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 皆様に伝えていければいいなと思っております。ね、そうでしょ、ぜひぜひ皆様ご参加ください。